はいどうも、りょうへいです。よろしくお願いいたします。はい、本日は所沢市にあります、カムイスポーツ所沢店さんに来ております。いつもありがとうございます。はい、ということでね、カムイさんといえばミント、すごい量ですよね。ここだけで、まあほぼピッチャー用とキャッチャーとファースビットがざっと何個ぐらいあるのかな。これ奥に2台になったりとかもしますからね。ピッチャー用とキャッチャーミット、ファーストミットだけでまず一区間使っちゃってるようなところがあるので、今日はね、ちょっとまあ皆さん大好きであろう水のプロを何個か見ていこうと思います。って言っても水のだけでね、何個ある、多分20個30個ぐらいあるんじゃないかと。でそのうちの半分ぐらいは水のプロなんじゃないかというので、ちょっと気になった水のプロの投資用をまず見ていこうかなと思います。はい、まず1個目はこちらの水のプロ投資用です。これは 5DNA なんで、ちょっと親指側のラベルですね。でウェブがこれ気になったんですよ。岸投手が一時期使っていたウェブと同じものになります。でも岸投手モデルではないのかな。岸投手って確かファーストバック、レギュラーバックじゃなくてファーストバックだったので、多分岸投手モデルではないんですけど、ちょっと僕が気になったのね、まずあのこのウェブの切り込みみたいなのと、まあ、5DNADSS で取り扱っている限定カラーということになります。革質的にはもう言うことない、めちゃくちゃしっとりしてて硬いっす。なんで最初の硬さがあるので、手もここまでしかね、あの軽く入れようとするとここまでしか入らない、まあ、5DNA テクノロジーのフィット感っていうのももちろんあるんですけど、それプラスで革がまだ硬いので、ちょっと馴染ませるには時間かかるかなといったような感じです。サイズが12ですね。ピッチャー用としては標準ぐらいで、これちゃんと書いてあるんですよね。センターポケット普通って、センターポケット普通っていうので深くもないし、ど真ん中にポケットがあるよっていったような感じのグローブとなっています。で、まあお値段水のプロということでちょっと高めですが、62,700円が税込みとなっております。水のプロはね、あのどうしても値下げができないですからね、そこはあれなんですけど、まあ2年生かな、もうピッチャー2年生とか高校2年生とかになった時にこういったね、7万弱のグローブとかを買ってくのがいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、カラスもとてもいいので、気になった方はぜひカムイさんへ来てみてください。じゃあ次のグローブいきましょう。はい、お次のグローブはね、こちら2ピースの水のプロでなっています。黒でね、ステッチが赤なんですけど、まあ、2ピース最近ちょっとまた出始めましたよね。大谷投手が2ピース使っていて、でそこからまああのいろんな選手がまた2ピースに、していくっていうのは、まあ、最近ちょっとずつ見られるようになってきたかなと。昔で言うとね、のもさんとかが、2ピースのグローブを使用していました。これはですね、伊藤型、はい、となっているので、あの北海道日本ハムの伊藤大海投手のモデルとなっています。まあ、伊藤選手といえばね、 WBC でもオリンピックでもね、すごい活躍されて、どっちも無失点だったのかな、無失点投球をしているピッチャーだったので。で、まあ、特徴としては、まあ、もちろんさっき言った通り2ピースと王冠スタイルになってるんですよね。なんで手のここのストレスが少し少なめになるかなといったような感じのグローブとなっています。オールブラックなんですけどあの裏側も全く一緒、全部ブラックです。で、IB ラインここに入ってますね。昨日もあったような気もするんですけど、確かね、うん、でもまあ僕はどちらかというとデザインの方で、気にしているので、手元にもね、しっかりとデザインがあるといったような感じです。これさっきと同じサイズ12なんですけど、どちらかというとちょっと浅めかもしれない。思いっきり横でひねりつぶすような、最初の段階だとそういうような型をしているような感じがします。まあね、ここも横閉じダブルで順巻きになっているので、そういったところももしかしたら、まあ、完璧に横でひねって、使うような感じのグローブになっているかもしれないですね。で、ここにハガジャパンと書いているので、これあれですよね、クラフティットエディションハガ工場で作られた、グローブということになります。で、お値段はね、水のプロなんで正直変わんないですよね、さっきと。なんかさっきより高くね。
別注だからかな、もしかしたら69,300円、多分店舗別注だと思います。まあ、店舗別注も他にもね、グローブ置いてあるので、他の、ね、売ってないグローブというのも水のプロで買えることができるので、皆さんぜひそういうグローブが欲しければ注目してみてください。はい、じゃあ次のグローブいきます。はい、ということで3つ目のグラブはこちらのね、ナチュラルライム、ライムイエローか、ナチュラルライムでいいのかのグローブとなっています。これウェブがちょっと特徴的ですよね。 T なのか M なのか何とも言えないところではありますが、まあ、あとはカラーリングですよね。すごく特徴的なカラーリングをしています。で、まあ、水のプロ、王冠スタイル、アイビーライン、まあ、この辺はさっきの伊藤博美投手と一緒かなというようなところで、これステッチが多分ピンクなのかな、ちょっと薄めなピンクをステッチで使用しています。田口型、ヤクルトスワローズの田口選手、田口投手の型番を使用している、グローブとなっています。なのでちょっとサイズが小さいんですよね。サイズが11で、先ほどの2つのグローブがサイズ12だったんですけど、それよりかはほんのちょっと一回り小さいような型となります。で、グローブのポケットの感覚としてはがっつり横です。思いっきり横閉じになっているので、こうやって握りつぶすタイプの投手にはもってこいのグローブなのかなというふうには感じています。まあなんといってもね、今最近このグローブの色を使ってる人があんまりいないので、なんか僕が高校の時はすごく多かったんですよ。というのも、あの田中将大投手、甲子園の時と楽天の最初の方の時はずっともうこのナチュラルライムだったりライムイエロー、黄色い系を使ってたので、すごい馴染みはある色ではあるんですけど、ただ最近の高校生はやっぱりキャメルとかが多いので、逆に今これを買ったら色かぶりしないんじゃないかなって、で昔の人からおっていうような感じなグローブとなっています。さっきの2つよりかは安めで、値段が65,000円と税込みでなっています。品質はもちろんね、水のプロなんで全然いいんですけども、まあ他の2つよりかはなぜか安いっていったようなところがあるので、ぜひぜひね、こういったちょっと被らないカラーリングをしたいっていう人なんかはおすすめかなというふうに思います。はい、ということでね、今3つのグローブ紹介してきましたけど、他にも、まあ、水のプロ、ハガルね、あったりとか、上にもヌバックのあったりとか、あとグローブで言うとも大量にありますね。うん、まあ、なので、まあ、カラーリングもいろいろ展開されていますので、ぜひぜひ、カムイスポーツ所沢店さんへお越しください。はい、ということで、カムイさん、オンラインショップやっておりますので、概要欄にリンクあります。そちらの方のチェックもよろしくお願いいたします。はい、ということで本日はカムイスポーツ所沢店さんで水のプロの、ピッチャー用グローブ3つ紹介してきました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、あれしゃー、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、あれしゃー、えぇー、いけいけいけ、そう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 、視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。